7型ディーゼル機関車とは、ソビエト連邦と、それに続く、ロシア連邦の、機関 750mm から 1067mm の、狂気鉄道用のディーゼル機関車である。1971年から、ウドムルト共和国に位置するカムバルカで、老朽化した4型と2系の機え用として、製造された。3300両以上が生産され、数百両は、 社会主義諸国などに輸出された。ウクライナ、ハルキウの子供鉄道の7型ディーゼル機関車、旧型機関車である4型は、出力が230馬力しかなく、重い列車に対応していなかった。また、重量32トンの2型は、軸重が8トンと大きく、軽量な軌道を用いていた多くの狂気鉄道にとって、重すぎた。1961年に、 カムバルカ機械製造工場は2両の試作機関車 TU5 を登場させた。出力は400馬力であった。これらの試作車はアブシェロンリンヤ局の狂気鉄道で試験された。結果は設計は良好とみなされ、1967年から製作が進められた。しかし、運用する間に新しい装置、特に液体変速機の欠点が明るみに出た。 1967年には生産科学技術研究所がカルーガ機械工場に対して7と名付けられた新型機関車の使用と基本設計を提示した。その機関車は5と4から多くの設計を引き継いだ。7型にはバルナウル輸送機械製造工場の 1D12 型ディーゼルエンジンとカルーガ機械工場の新しい液体変速機の 使用が想定されていた。7型の軸重は6トンとは言っても依然多くの狂気鉄道には重かった。そのため1974年には燃料積載量を減らし、軽量の液体変速機を取り付け、軸重を5トンにまで軽減した。この改良型は新規名称を与えられず、従来のものと並行して続番で製造された。1978年に7をもとに、 ロータリー除雪車である7ナナが設計された。ディーゼル動力は運転室と反対側に設けられたローターを駆動するためだけに用いられ液体変速機はなく、車軸にも歯車箱はない。1981年にはホイールベースや車輪系全長や運転室を拡大し、1520mm 期間の鉄道で使用できる要構造上の変更が加えられた 7M ナナが、 設計された。1982年には40という商標で製作販売された。これは狂気用の機関車を普通サイズに設計変更した数少ない成功例である。この機関車は1983年のライプツィヒメッセで金メダルを獲得した。1986年に登場した改良型でサスペンションが改善された。 1976年から1977年に、かけてと1991年には、762mm から 1435mm 機関の鉄道に対応する炭鉱機関車である7、10連機関車である27などが、ベトナム、キューバ、ブルガリア、チェコスロバキア、ギニアに輸出された。1980年代後期から1990年代前期に、 かけて、カムバルカ工場では通信省の委託を受けて、7をもとに、子供鉄道に特化した機関車の開発を試みた。従来の車両と異なる形態の箱型車体で、両側面から外へ出られるようになっており、この計画機は、7と命名された。惜しくも、経済危機により、設計が進行中に計画が停止された。2008年にはロシア連邦鉄道省の受託で、 子供鉄道専用の近代化された機関車が開発された。ディーゼルエンジンは新型に置き換えられ、変速機もポイトのライセンスで製作されたものが採用された。制御方式も一般的なディーゼル機関車に比べて近代化された。これらは1986年式の7と並行して、その続版で生産されている。ありがとうございます。